以上をもちまして第53回よいざわ記念表彰式終了いたします。関係者の皆様おめでとうございました。第53回よいざわ記念俺の心で勝利しました鈴木圭介騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今率直なお気持ちを、僕もよいざわ記念初めて取ったんで本当嬉しいです。俺の心、この中間プラス19キロと増えてきました。状態面どうだったんでしょうか。そうですね、夏場暑い時やっぱ弱い馬なんで、ちょうどだんだん涼しくなって馬体も増えてきて、まあ本当に絶好の体調で挑めました。レースを振り返っていただきたいと思いますけども、流れはいかがでしたか。そうですね、まあ水分の割には結構落ち着いた流れになったかなと思います。第2障害ですけれども人気馬が先に仕掛ける中、一番最後に俺の心仕掛けていきました。そのあたりどうだったんでしょう。そうですね、もともと障害膝ちょっと不安ある馬なんで、まあそれ様子見ながら、まあ一腰上がればなんとかなるかなと思って仕掛けました。降りてからはいかがでしたか。降りてからまあいつも通りの本当一生懸命頑張って歩いてくれました。もう降りた時点で勝利は確信できましたか。いや、それでも結構周りも結構みんな歩いてたんで、まあギリギリかわせるかなと思って乗ってました。シーズン後半に向かっていいスタートが切れたと思いますけど、どうでしょう。そうですね、まあこれからの重賞戦線はまた活躍していくと思います。それから鈴木圭介騎手、今日は4つ目の勝利ということになりました。10年連続のリーディングに向かってモチャージという感じですけど、どうですか。まあ本当馬主さんにね、いい馬乗せてもらってるおかげです。まあ頑張ります。では最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。これからもまた俺の心、また万円競馬、どうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。以上をもちまして第53回よいざわ記念表彰式終了いたします。関係者の皆様おめでとうございました。第53回八重沢記念俺の心号を管理します月立調教師にお話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございます。まず率直な感想をお願いいたします。なんていうんですか、今までちょっと惜しいレースばっかり続いてたんで、まあ、いい結果で終われたんでよかったと思います。プラス19キロの馬体重、中間状態面はどうだったんでしょうか。やっぱり涼しくなったんで、やっぱり体調の方もだいぶまた秋が近づいて、やっぱりいい状態になった。だいぶ雰囲気も変わってきたって感じですか。はい、レースはどう見てましたか。とりあえずいつもあれなんですけども、第2正面膝を折らないように狙っていました。ペース的にはどう見てましたか。思ったより早いかなとは思っていました。第2障害はどうだったんでしょうか。とりあえずもう本当に一腰でクリアできたんで、まあ、いつも言われている第二障害ですけども、そのあたりの練習とかもいろいろされてきたんでしょうかね。はい、だいぶそうですね、そのあたりうまくいったなって感じですか。はい、
あの降りてからの足、まあ、いつも通りすごいなと思うんですけども、そのあたりはどう見てました？でやっぱり、まあ、あの涼しくもなったんで、また、一段とちょっと歩けたかなと思いました。シーズン後半に向かってっていうことになりますけれども、どうでしょう？これから、まあ、あの重量も重くなるんで、まあ、ある程度の、頑張りはできるかなと。まあ、一番最後の目標はやはり大一番だと思うんですけど、はい、もかかってると思いますけど、どうですか、はい、そのあたりは、まあ、あの体調を見ながら頑張りたいと思います、はい、では最後に一言お願いいたします。これからもあの俺の心の応援よろしくお願いします。